こんにちは。こんにちは。さあ、今日は洗車おじさんになります。早速2022年一発目の洗車おじさん。はい。やりたいと思います。いつもはねスパシャンやってるんだけど、今日はね室内からお送りしたいと思います。今日は何の商品なの？今日はねこちらじゃん。スパクリーズ。普段あんま見なくない？みんなやっぱスパシャンとかさ、髪風とかさ、そうですね、コーティングメインで、そうなんだけど、今日はさ、今までさ、このおベンツちゃん中を掃除したことってあんまないじゃんね。確かに外装の、コーティングが多かったですね、うん、だもんで今日はこれがどうもカワーシートインテリアコートっていう感じで、うん、なんか汚れをね浮かして掃除できるっていう代物みたいだから、レザーとか革製品、内装にいろいろ使えるんですかね、うん、革製品、インテリア、お家の掃除にも。なるほど。そうだから俺はカー用品を買いに行ってもこれを買っても別に怒られないわけよね、うん、お家にも掃除できるって書いてあるから早速ちょっと開けてみましょうか。はい、これね、なんかあんまり紹介されてないから本当に新鮮だよね、こういうのやるの。おお、容器はなんかちょっと立派な容器だね、これは。専用のスポンジが2つ入ってます、はい、同じスポンジ、はい、でこれがなくなったら、市販のメラミンスポンジでご使用くださいって書いてあるから、普通のスパコレでいうと、マカロンとか、はい、ああいうのでいいかな。メラミンスポンジってあれですか、激落ちくんみたいなやつですか？多分そうだと思う。だからああいうので、スポンジなら何でもいい。ちょっと固めのスポンジ、はい、はい、ということで早速使ってみますか。ここも事前に貼ってあるこのハンドルで、はい、こっちを掃除しようかね、はい、でこっちは掃除しないで、はい、一応使えるものはほら書いてあるね。ハンドル、椅子、はい、何のマーク、なんか椅子かな、家の座椅子にカバンに靴、なんか今日はハンドルとこのシートちょっとやってみようかね。で使い方が、溶剤をスポンジに2、3回プッシュして汚れを取りたい部分に薄くなじませるように伸ばしていきますと。でその後15秒ほど待ってすって汚れを落としてください。で強くすりすぎると、このレザーに痛みが出てくるんで、それは避けてくださいと。はい、15秒で浮かせてくれるんですか？そう、これはかなり早いよ。溶剤の成分としては一応アルカリ性だから、分解する要素は入ってますってことだね、ちゃんと。それで施工し終わったら、水を含ませた、絞ったタオル一応用意しました。拭き取って、その後は、乾いたタオルで拭き上げてください、っていうことです、はい、ということで早速やってみますか。これ出るんかな、もう開いてる、こういう感じ、なんかでも容器すごいしっかりしてるんだけど、これ最近のやつよりすごいしっかりしてるよ、はい、出るかな、ちょっと一応振っとこうか、合わせて、うん、で、泡で2、3プッシュ、はい、はい、やりました。本当にハンドソープみたいに泡で出てくるんですね、柔らかい感じで落としたいとこになじませると。どうやってなじませるんだこれ、うん、ハンドルは特に難しいですね、うん、とりあえずちょっとやるよ、はい、縫い目とかがやっぱあるからすごいザラザラしちゃうけど、すごいね、汚れもう落ちてる。でなじませて15秒ぐらいに、はい、早送りしてもらおう、編集マンさんに。今おしゃべりしてやる間にこすりすぎには注意してください、うん、汚れはこんな感じです。おー、白かったスポンジがもともとのこっちね、これが2年分の私の手垢です、で、これで拭くと。でもなんかでもちょっと綺麗になった感はあるよ。最後から見てしてフィニッシュです。あ、これ違うんじゃない？全然。ほら、テカテカがなくなった。ほら、確かにテカテカがなくなりましたね。うん、確かに新車の時こういう感じだった。これすごいね。はい、次ちょっとシートいってみようか。はい、シートも同じように半分。そう、こっちを掃除しようかね。はい、でなじませる。あー、まあいいや、とりあえずもう色が違うから分かるでしょ。うん、うん、よく分からんね。あんまり汚れてなかったのかな。そうかもしれないですね。うん、ステアリングほどは汚れがなかったから、差が分かりづらいかもしれないですね。なんと今回もう一個ありまして、こちらじゃん、ドクターケアコレインテリアコート。はい、これは、内装のコーティング材みたいな。ダッシュボード、カーナビ、レザーシート、ウッドパネルなどの内装の艶出し材のお手入れに、紫外線や経年劣化によるくすみや汚れを落とし、さらなる劣化を防止っていうことです。こういう開け方ね、怒られるね、こういう開け方したら。変わりましたね。変わりましたね。今までのなんかパックンチョって割れる対策もきちんとしてあるね。一つ一層になってる。そう、これなんか美味しそうだね。どら焼きみたいで、とりあえずこれを塗ると、まず塗って、どれぐらい量を取る、少量取りって、その少量がどれぐらいかが、ちょっとこうやって3箇所ぐらい取ってみようかね。15分から30分放置して拭き上げてくださいと。ハンドルなどに使用すると手が滑り危険ですので、塗布は避けてください。ハンドルはダメです。塗るけど別に問題ないよね。ハンドル塗ってもダメなのかな。ちょっとこれ滑るのか。ちょっとこれなんか意外となんかサラサラしてるから、ちょっと2滴にしとくわ。はい、じゃあここやってみようかね。はい、この車はもうこういう実験の車に使うしかなくなってきたからいじる車じゃないから。そうですね。これどうなるんだろう。15分で放置ですか。放置しましょう。はい、はい、お見事、15分経ちました。はい、でこれをさ、どっちのタオルで拭いていいか分からんけど、コーティングだと空拭きなんですかね。空拭きしてみようか。はい、あ、すごいすごいですか。うん、つるつるする。ちょっと、間違えてるかもしれんので、そこはちょっと皆さんご了承してください。コメントで濡れたタオルの方がいいですよとかあれば、皆さんコメント書いてください。洗車おじさんたち。はい、どうでしょう。太りました。すごいつるつるする。一番いいのはポリ君の頭の後ろのヘッドレストと。この色とこの色、うん、どう？カメラでは分かりにくいかな。ただ黒みはすごい出てますね。うん、なんか質ある黒になったって感じだね。これはやっぱいいね。そういうベンツとかそういう車に乗ってる人たちにとってはすごいいい商品かもしれない、ね。革シートとかに乗ってる。はい、あとはそのお家のね、そのみんなが持ってるカバンとか革財布とか持ってる人も、はい、多分使えると思うんで。で、値段が4000円ちょっとかな、うん、こっちがで、こっちがいくらとか3000円ちょっとぐらいで買えると思いますんで、はい、オートバックスとかそういうの行ってもあるんで、ぜひお買い求めください。はい、はい、じゃあ今回はレザークリーナーのとコーティング剤の紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。